シンクルメッセージ。シンクルメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報。月の満ち欠けのリズムのように心は変化していくもの。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、成立してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクルが起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあ、早めにいきますね、はい、まずは火のグループ、情熱の星座、お羊座、獅子座、手座。自分のこれからやろうとしていることに不安、不信感を持ち始めていませんか、うん、決断すれば勇気が出ます、うん、道しるべを手にできますよ。はい、お、はい、地のグループ、安定の星座、お牛座、乙女座、寝る座。運気が上がり、情報が届きます。またこれもね、自分にストップをかけないで。うん、そして、毎度なじみ、不要なものを、整理を早く、早く終わらせましょう。あ、お母さん、早く終わらせましょう。まだ終わってないですよ。これだ。風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水瓶座、ひらめきを信じて、明晰性と企画力、行動に移すときです。大きくゴールを設定して、はっきりとしたビジョンを描く。知らない場所へ行ってください。はい、よし。暑いけどね、うん。水のグループ、感情の星座、蟹座、さそり座、魚座。先を急がず、成り行きを受け止める、うん。自然のサイクルを知ることで、グッドなタイミングがつかみますよ、ということです。はい、シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。さあ、今日もあっという間の1時間でしたね。そろそろお別れの時間です。今日のクリスタルショーはあなたにとってお役に立つ情報はありましたか？自分だけの経験だけでは知らないことの方が断然多い。だから合言葉はリンクしてシェアしてコラボレーション。週の始まりはクリスタル。ハートフルメンバーの神谷です。ぜひ皆様の参加をお待ちしております。次の番組はオメイドワイトスーパーアフタヌーン、亀戸にありますアンフェリシアンスタジオからの放送です。クリスタルシャワーは元気で満タン、1週目と3週目に登場します。ビューティフルでワンダフルな情報番組、ね、だんだんにね、お昼間の番組も定着してきて、そうです ね、はい、私たちも1週目3週目はダブルになるので、うん、でもまた違う感じのね、はい、クリスタルリンボークとこちらのクリスタルシャワーと、だんだんに本当にコンシェルジュさんがさっき言ったので、冗談じゃなくて、うん、自分 のシンクロメッセージもそうだったので、本当に私、営業に行く。わかりました。新しい、本当にここの、ただほら、やっぱり、ラジオの活用の仕方を知らない方がいっぱいいてね、うん、そうですね、もっとね、ゆうさんなんか、3ヶ月過ぎたんだっけ、うん、やっとね、さっき言ってくれたんだけど、自分でいろいろ分かるようになってきた。分かるようになってきたということは、自分でできること、できないことも分かってきて、うん、あ、こんなことしてみようとか、ね、うん、次のステップを自分で、見つけ出していくので、うん、そうすると、もっとね、表現もできるようになるし、伝え方も、そうですね、もっとこんな伝え方、もっとこんな伝え方ってできるので、うん、ぜひぜひ活用してもらいたいメディアなんですけどね。はい、はい、最初に私教わった、ね、キリンさん、ラジオはね、弱者に一番優しいメディアなんですよって言われたのも、うん、私はもう本当に心に響いていて、うん、あ、それは私はできるんだなっていうのはすごく嬉しくて、うん、でそんな中でペットの、ね、扱っている人だったり、はい、一番来てくれて、私はいつかボランティアという形のけど、何か自分らしいやり方がしたいなと思ってたところに出会ったので、うん、なんかそんな形でここにワンちゃん関係の、ね、うん、人たちがいっぱい参加してくれたらまたいいなって、うん、ね、ワンちゃん関係の人たちがここでいろんなことを発信してたら、うん、絶対人の考え方とか捉え方とか思いが変わっていくから、はい、うん、そうしていきたいなと思っております。はい、本番で決意ありがとうございます。はい、クリスタルシャワー下町スピリット、合言葉はリンクしてシェアしてコラボレーション。21時からはクリステルレインボークラブでお会いしましょう。では、うん、大丈夫、お疲れ様でした。お疲れ様です。ちょっとおかしかったですね今日。ねえ、赤
クシデントはいかがかえありがとうございますごちそうさまです機械が反応します。みんながやだやだ言うから機械が機械がじゃあじゃあじゃあ知らずえぇー今あれも遠隔っすかあった方が絶対面白いんだろう。言葉の力は大きいですね。ねえ。そうそう。さっきおっしゃった潜在意識に落とし込むときも必ず発言してからイメージングしていくので。ね、そうですね。言ったもん勝ち言うの。言ったもん勝ちです。そうなんですか。どっかで意識をしてやってた時期があるのかね。多分あの先ほど話してて多分そうなんだと思います。今までの経験からそうすること。自分が一番いい方向に持っていけるって大丈夫でしたか。なんか予習したんだろうな。あとね、トップ行くじゃん、うん、トップ行く時にはやっぱりさ責任感も必要だし、うん、あの誰かがさ引っ張ってくれないと自分が行かなくちゃいけないから、そうですね、自分に対して頑張れ私大丈夫ってやらない人はいないんだよ、うん、そうかも。で落ち込んでるよりも違う方を倒って多分ね無意識でやってるんでしょうね。落ち込んでる暇なやつって分かる。なんか基本的に落ち込んでんだけど落ち込んでなくはないんだよね。落ち込んでなくはない。傷ついてもいかない。そうですよね、うん、人間ですもん。そうなんですよね。だけどなんかもうその瞬間から違うことをやったり考えてる、それ成功者の法則なんですよ。成功者の法則は落ち込んだ時に落ち込んだままって言ってここに何の可能性があるんだろうってすぐ切り替える。兄さん、私さ、言葉にするの本当できないんだけど、そういうのを全部そうやって説明してくれと言ったのかなと思うね。リーダー。あ、でも、だからそうや自分が得意やと思ってなかったところをそういうふうに言われると嬉しいです。こんなのがいいやね、一番できる。天然一で。いやいや、参ったな。すっげえ怒られちゃって。天然 A としてな、B だって。面白かった。ほんとほんと、なんかすごいなと思うよ、説明ができるってね。嬉しいな、そういうふうに言っていただけるの。でもさ、説明のところにこういうさ、あの合いの手入れるのがいるからね。合いの手入るから話しやすい。合いの手としてはプロだったし、一人で話すのも難しいし。ワークショップでも作るんで。写真撮ろう。じゃあ。写真があったか、そうか。こっち側でいいですか。うん。